GNZ11 は、大熊座の方向にある高赤型変異銀河である。現在、観測可能な宇宙において最も古く、また、基地の中では最も遠方にある銀河として知られている。GNZ11 の文工学的赤型変異の値は、Z イコール10.957で、これに基づくと地球からの実際の距離は、約320億光年に相当する。 GNZ11 という名称は、Great Observe Trees Origins Deep Survey のオスと呼ばれる観測サーベイの銀河系内の探査フィールド内に位置することと、その高い赤方変異の値に由来する。GNZ11 は、ビッグバンからわずか4億年後の134億年前には存在していたことが観測で示されている。そのため、 GNZ11 までの距離は134億光年と記述されることがあるが、これは航行距離であり、現時点での地球から GNZ-11 までの距離とは異なることに注意が必要である。この銀河はハップル宇宙望遠鏡を用いて観測を行うコズミックアセンブリーニア、インフラレットディープエクストラギャラクティックレガシーサーベイ、および スピッツァー宇宙望遠鏡を用いるグレートオブザーブトリーズオリジンズディープサーベイ、ノースによって得られたデータを研究しているチームによって発見された。研究チームはハップル宇宙望遠鏡の格子アカメラ3を用いて文工学的に GNZ11 までの距離を測定、すなわち GNZ11 から届いた光を成分色に分離することで 宇宙の膨張によって生じた赤型変異を測定した。この発見は2016年3月に発表され、この銀河が当初予想していたハッブル宇宙望遠鏡が観測できる距離の限界よりもはるかに遠くに位置していることが明らかになった。GNZ11 はそれまで観測されていた天体の中で最古記録を保持していた ENG-G8P7 よりも約1億5000万年、古く いわゆる宇宙の暗黒時代の終わりに非常に近い時期、そして宇宙の再電離時代の初期を観測したとされている。銀河系と比較して大きさは約25分の1、質量は約1%で約20倍以上ものペースで新たな構成を形成しているとされている。構成の年齢は約4000万年と推定されており、GNZ11 は 比較的急速に構成を形成したと見られている。最初の構成が形成され始めて、すぐに非常に大規模な銀河が存在していたという事実は、現在考えられているいくつかの銀河形成モデルに疑問を投げかけることになった。2020年、WM 結果点問題での観測により、GNZ-11 の2回電離炭素イオン及び2回、 電離酸素イオンからの気線が検出された。これにより赤型変異が確定し、これまで観測された天体のうちで最も宇宙誕生時に近い時代に位置している天体であることが確認された。メディアを再生する GNZ11 の星空の位置を示す動画ハップルによる現在一番遠い銀河の確認。ありがとうございます。